ハーディーノルー・ジー、1985年7月19日から2015年10月1日は、イランのサッカー選手であった人物、元イラン代表。ポジションは、FW、WG、元ペルセポリス FC 首相。同チームの首相となってから2ヶ月の2015年10月1日に、心臓発作で、急性、30歳没。 2000年末にペルセポリスエフシット -19 ユースに加入。ここで4年間を過ごし、2005年にパサルガードテヘラン FC でプロとなる。その翌年にはファジュルサパーテヘラン FC に移籍したものの、その後ペルセポリスエフシット -21 に復帰して、再びユースとなる。2007年にアーザーデガーンリーグ所属のダーマーシュ、ロレスターに FC と契約し、 ペルセポリスを去った。監督のアフシンご飛びによって翌年にはペルセポリスにプロとして外戦。初年度は控えとしての出場が多かった。2010から11シーズンではトップのアシスト数を記録し、2013年夏には2年の契約延長を果たした。2013年11月26日には半年契約でナフトテヘラン FC に レンタル移籍した。12試合に出場し、3得点を挙げた。レンタル終了後、再びペルセポリスへ復帰した。この時からレギュラーとなり同チームで活躍。首相のモハンマドヌーリが同チームを去ったことにより、2015年には首相となった。復帰後最後の試合は9月16日のサイパ F c 戦となり、この試合は1から2で敗北した。イラン代表としては、 アフシンゴ飛びの下2009年8月のボスニア・ヘルツェゴビナ代表戦で初出場、k 9試合に出場した。2015年10月1日、心臓発作で死亡したことが、ペルセポリスのチーム監督、マフムード・ホールド・ビーンによって発表された。病院による蘇生も叶わず、30歳での死去であった。監督のブランコ・イバンコビッチは、これは彼自身とチームに対する、 大きなショックだと述べた。ペルセポリスの同僚のみならず、アリーパル・ビーン、アフマドレザー・アーベドザーで、カリム・バーゲリといった同チームの英雄、アフシンゴ・トビア・アリがエといった監督経験者も彼と彼の家族のために選別と掃除を渡した。さらに、ペルシアン・アルフ・プロリーグに所属する他のチームや、ツイッターを行っているファンからも、同チームにメッセージが渡された。 サッカーイラン代表の選手もアラブ首長国連邦で行われた合宿の最中に1分間の黙祷が捧げられた。多くのファンはペルセポリスの練習場であるデラフシファルスタジアムに駆けつけ花やろうそく等のたむけものを備えた。追悼試合は没翌日の2日にアザィスタジアムで行われ2万人の追悼者とエステグラル FC のファンがスタジアムを埋めた。彼の遺体は アザディスタジアムに1日保管された後にバーボルへ移送された。葬儀はその翌日に取り行われ、生まれ故郷であるマーザンダラーン州カプールチャールに埋葬された。10月4日、かつてのチームメイトであったカリム・アンサリファルドはギリシャスーパーリーグでの5から1で勝ったこの日の試合での得点で彼の名前と24番の記されたシャツを掲げ、そのゴールを彼に捧げた。 イラン U-23 代表の選手も西アジアサッカー選手権の U-23 で対決したバーレーン U-23 代表戦での勝利を彼に捧げた。彼の死後初めてのペルセポリスの試合ではファンが彼の番号にちなんだ24分に一斉に励ました。また彼らはスタジアムにハ萩24のモザイクを演出した。代表でも 彼の死後初めての試合では、開催前に1分間の黙祷を捧げた。その会場は、アザディスタジアム、対戦相手は、日本代表の親善試合で、この試合は1から1の引き分けに終わった。彼には4人の兄がおり、罰手であった。2003年には、結婚をしており、間、ま、に2009年に生まれた息子と2014年に、生まれた娘がいる。ありがとうございます。